香水です。本日は婚活疲れをしない考え方婚活疲れをしない考え方っていうお話をしていこうかなと思ってます結構ね婚活してる方って疲れてる方って多いじゃないですかで、私も婚活してたんですねあ今はお相手の方いるんでしてませんけどでしてた時私全然疲れなかったんですよ なぜ婚活同じ婚活をやってるのに疲れる人と疲れない人がいるんだろうっていうことをちょっと考えてみた時にあこれやなって思うのがちょっと思いついたのでそのお話をしていこうかなと思います、えー、この間ねあの私の開催している上田の会という開運サークルがありましてそこに独身の女性が結構いらっしゃるのでまあうちうちで婚活部っていうのを作って、まあ、婚活の応援みたいなことをさせていただいているんですね。 でその方々とあのお花見に行こうよって話をしたっていうのをブログの記事にも書かせてもらったと思うんですけどそのお花見の、えー、時ですね私が考えたことっていうのはどういうことだったかっていうとまず目的はお花見なんですよ楽しいじゃないですか楽しい目的1お花見みたいなで,でもお花見だけだったらつまんないつまんないことないんですよ楽しいんですけど1回に2粒3粒おいしいようにするにはどうしたらいいかなっていうふうに 考えたんですすねねこういうい考え方の癖で,す、ねでえー、とそれで思いついたのが「一人一品作っていこうね」っていうそういうまあお題を出したんですよそれぞれに。やっぱり仮にも私たち婚活してるわけじゃないですかそしたらまあお料理の一品ぐらいねやっぱり作れた方がやっぱり男性からの好まれやすいと思いますからそれぐらいはやろうよとなかなか普段はやれないこと。 場合があったとしても、まあ、そのために1品ぐらいやったら、まあ、負担なく作れるんじゃないかなってそしてそれを作ることによってみんなに食べてもらってみんながおいしいって言ってくれたら自信になって自信につながるそしたらあの料理楽しいなとかいう感じでこうスキルも上がる、ね、と思うんですねその結婚したい女性として,選,ばれて選んでもらえるスキルがちょっと上がるでしょ。うん、だからあの2つ目のそのそ 料理を作っていくってていいくうこれが2つ目のまあ楽しいことというか楽しみながらスキルアップですねこれ得られることの2番目そしてもう一個考えたのがああわよくば出会いがあったらいいなって考えたんですねでこの3番目は別になくてもいいんですよ花見自体が楽しいしみんなのお料理食べて楽しかったらそれでいいんだけどもこれになおさら輪をかけて新しい出会いがあったらラッキーだなって一番最高の状態かなって 私は考考ええててここの3つを得るたために行こうって考えたんですねそうやって計画を立てました私が。で実際まあそうやって、まああのー、計画を立ててあ出会いがないかなと思ってたんで大阪城公園と、えー、桜の宮けま公園っていうね大阪で桜の綺麗な名所が、まあ、2つ3つあるわけですけどどっち行こうかなって思った時に、まあ、ちょタラットカードでちょっと見てみようってう感じでタラットカードでパパって見て。 どっちの方が男性の出会いがありますかって出た見たらケマ公園だったんであじゃあもうケマ行こうと思ってでケマに行って実際そこで、まあ、出会った方に声かけてもらってでまあ今度男性紹介してあげるよっていうことになってはいるんでまあまあ一応3つともゲットできたかなって <laughs> 思ってるんですね。で今の話を何でしたかっていうと,、えー、と考え方のね癖癖というか、えー、これは別にこのナンパ しててくださいっていいっう話でではないんですよもちろんナンパナンパ逆ナンパもしたらええねんよあのいいんだけどあのそうじゃなくて考え方を言いたかったんですよ一回出ていく家から出ていくってことはそこに出会いが発生する可能性があるわけですねいろんなものが得られる可能性があるそれの得られるものを最大限持って帰っていこうみたいな感じの考え方をした方が疲れないんですよまあ言ったら出ていくってことは釣りに出かけるみたいなイメージなんですね 私の中で釣りに行くじゃないですか釣りとか私あんまりできしないけどできないしでも釣りに出かけたのに1匹も釣れへんかったらがっくしじゃないですか,かがっくりしてちょっと落ち込みませんああ今日は坊主みたいなそれってなんか自分のテンション下がるか私嫌なんですねだから何としてでも1匹釣れるためにはどうしたらいいかみたいな <laughs> 感じであのほんまにちっちゃいお魚でもいいから1匹釣れたらあ釣れた一応釣れた1匹って 思えるかららそんななテンンション下がらないよねだから自分のテンションが下がらないようにするために何か一つでも得ていこうっていう考え方を持っているわけですよ。それで言うと例えばパーティーとかでもね婚活パーティーあるいはコンパとかでも、まあ、行きますよね。パーティーなんてはっきり言ってねあの10回ぐらい行って、まあ、1人ぐらいいい人がいるかなっていうぐらいの確率なんですよ勝率で言うと。 行ったけどもあなんて全然いい日はああで帰ってきたらそれともテンション下がったままでですよねもったいないんですよだってパーティーに行くってことは結構ちゃんとメイクもちゃんとして髪の毛もちゃんとして洋服もちゃんとして行くんじゃんこれ結構手間暇かかりません,めんどくさいでしょ そんな面倒くさいことをして時間もかけてお金もお金はまあパーティーとかただが多いけどまあかけて労力その知らん人とさ何十人も喋らなあかんでしょもうほんま疲れますよねあれあんなことをして言ってるのにね何も持って帰られへん要はまあ釣りに行ったのに何1匹も釣れなかったと一緒なったらそれは落ち込みますよねでそういう事態にならないように思考を考えていく。 例えば私が実際、私あんまパーティー行ったことないけど1回か2回か行ったのかな、その時に、えー、とやったことはなんかあの別にその、ね、男性をあの好きとかではなかったんですけどあのあのパーティーの人がき、えー、とこの人喋ってたら楽しいなって思う人も全部か紙に書いてくださいって言わはったんですよ。 あのいいなと思う人いなかったんですよ正直、うん、でもあのこの人やったらお友達になってもいいかなと思う人は全員紙に書いてくださいっておっしゃって、まあ、私素直なんであ分かりましたと思って全部書いたんですよそしたらあのそうたまたま隣に座ってはったあの人とカップルになっちゃったんですよでもちろん向こうも私をそんなにあの女性として見てる風には思えなかったし私ももちろん彼のことっていうのは別に何も思ってなかったんですけど、まあ、いい人やなと思ってなんで私が彼をか 書いたかって言うとあの初めて行ったからなんか勝手が分からなくてなんかあたふたしてたんですねそしたら教えてくれたんですよ、横でこれこうして書いたらいいよとか教えてくれとかあこの人いい人やとか思ったから書いただけ,だけ <laughs> 全然タイプじゃないし、まあ、い,い,人いい人はいい人だったんだけどでその人カップになっちゃってどうしますみたいな <laughs> なるじゃないですかこれからどうしますみたいなじゃあご飯でも行きますかとかじゃあ行きましょうかっていう感じでご飯に行った。 であのまあ、友達になってたらいいかなと思って普通に友達としておしゃべりしてたら結果ねどうなったかっていうと別にこれは狙ってなったことじゃないんだけどいろいろしゃべってたら私の職業を言った時にあのその男性が「占いししてもらおうかなって言い出したんですよでいや結構私高いですよ」って言って <laughs> あの普通の,その街,街中で見かけるようなあの3000円とかそんなんじゃないですけどって言ったら「いいです構いません」って言って。 言われてじゃあ別の日に今何も道具を持ってないから別の日にやりますって言ったらやりますって言わはったから別の日に約束してまた覆って私はそこで仕事をしたんですねだからまあ、えー、と恋愛にはならなかったけどまあお客さんになってくれたんですよ、まあ、それはまあ自然発生的にそうなったんだけどあのそんなんとか例えばまあそういうことすらもなかったとしたら、えー、と例えば友達を作る。 隣に座ってる人にあ「ねえねえねえっていつもここ来てるの?」とかって聞き話しかけるんですよ。であのどっかいいとことかあったら情報交換しませんかっていう感じであの連絡先交換してお友達になっておく。で自分の情報いい情報あったら教えてあげたりとか相手のいい情報があったら教えてもらったりとかしてその婚活仲間になっておいたら何かと便利じゃないですか。例えばコンパの時人数足りひんから来えへんとかそういうのも。 使えるしそうやって友達になるそれでも坊主ではないんですよ一回出向いていったことに対してお友達を作ってきたっていうのってプラスでしょそういう考え方をしたらへこみにくいですね何にも得られなかった釣りに出かけたのに1匹たりとも釣れなかったってなったらそれはさすがに落ち込むけどでその落ち込みの。 えー、数が多いとだんだん疲れてきてそれで足が止まるこれが婚活疲れの、あのーね、メカニズムなんじゃないかなって思うんですね、うん、だから、あのーまあ、そういうふうにしてね、えっと、コンパでもそうなんですよ「コンパはい行きました前に男の子3人座ってます」全然タイプじゃないでここでまず大体の人って「うー」ってなるでしょそうじゃなくてとりあえず友達になっておくんですよ でその頃にまた他にあのあなたに会社の人であの一人の方独身の方で出会いを求めてる人いるとかってメールやり取りしてさ友達になってそうやってまた違うコンパまた作っていったらいいだけのことでしょなんかそんな感じでそのあの何、ー、でしょう1回に対してコンパに行きましたじゃあコンパしかしませんねパーティーに行きましたパーティーしかしません婚活パーティーなんやから 結婚につながる男性としかあの縁は持ちませんとかっていうのは効率が悪い別に婚活パーティーだって友達作ったって構わないし何、えー、か得て描いた方がいいでしょ、ねえー、そんな感じで考えててでだからさっきのちょっとパーティーの話からうんと花見の話に戻るんですけど花火とかだってそうやってうーん 別にまあ出会いがあったらあったりしな,なくても別にいいんですよ。なかったからって落ち込まないもんだって花見楽しいから。であもう1個ねあのその花見の話ですけど自分が家から一歩でも出ていく例えばまあ友達と女子会でもそうですよ何でもいいんですよ出ていったらそれも含めそれも婚活と思ってた方がいい。なんか婚活っていうのはパーティーに行くことだけが婚活コンパに行くことだけが婚活こういう考え方をしてると 1> 1回に1個しか持って帰れないでだからその婚活って結構ねもっとねラフになラ,ラフにっていうか適当 <laughs> 適当って言ったらあれだけど皆さん真面目すぎるもっと適当でいいんですよもう家から一歩で行ってたらもう婚活してる風でいいんですよあのー、まああったらいいな何かいいことあったらいいなっていう感じでわざわざやるんじゃないんですねわざわざ感じゃなくってついででやるうんあのー、ついででいいんですよ ついででついででちょ家からちょっと一歩出ていつもと違うところに行く時とかあるでしょ何かあの用事でそういう時についでになんかいいことある展開ないかなってこう妄想してみたりねなんかいい出会いあるかもみたいな感じで妄想していったら案外ありますいやそういう妄想ありきでその妄想するから行った時にそういう出会いがあるわけでしょもし私が 出会いがあるとかっていうのを想像せずに花見に行ってたら、多分声かからないんですよね。私自身があるやろなって、あるある、うん、きっとあるみたいな。あったらええなって思ってるから。それをみんなにも言っといたんですよ。一応タロットカードに見たら、このケマ公園だったらではあるよって出てたからねって、みんなにちゃんとアナウンスしったから、みんなもちょっとこう、もしかしてあるかなって多分思ってくれたと思うんですね。そういうのがそう、総合して、なんか雰囲気になって。 えとそういうことが起こるから、あのー、そんな感じでこうなるべくい1回に2つも3つも4つも持って帰るためにはどうしたらいいかとかって考えてなるべく坊主にならないような考え方をされると婚活っていうのは疲れにくいかなっていう風うに思います参考になれば幸いですということで本日のお話は以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまた別の音声動画でお会いしましょう